さあ、行くぜ。弱点これでしょ。緑ガマドラゴン、ワイバーン、スカルドラゴン、ボスを出すためにどれだろう。ワイバーンかな、スカルドラゴンかな。ワイバーン 35% いけそうだよね。レディセイタトラゴン釣り上げ、ワイバーン、ワイバーンだなこれは。あ、ガマドラかも。さ、どっちだ。まあまあこれで判断つくだろう。ゲージも欲しいし、 35% と 30% ワイバーンが 35%、 やはりワイバーンだ。で、ここでゲージをもらって、お前はつらん。まあワイパーならいいか。属性が違うからダメージしか足りない。そこ行け、ガマドラゴン。あの右のアイコン見るとさ、あの青い魚もなかなかかっこいい顔をしているね。まあ今回は釣らないけど、ここで取っとくと次ゆっくりと釣れる。さあゲージ 2.7 ぐらい、 2.6 ぐらいか。時間も1分半ある。これはいけるぞ。のっそりと上がってきた。お前の属性は何だ、見せてごらん。おお、左側から緑かけていく。スタイルプリカ。攻撃の仕方はかっこいいな。全然攻撃が来ないんだけど。すっごい遅れてきた攻撃。ナイスシールド。まあまあ半分以上与えたし、まあいけるだろう。雷、こいついろんな属性の攻撃をしてくる。複数の必殺技持ちだと。まあ、そんなやつにはね、ミサイルちょっとぶちかましてやらんとあかんぜよ。はい、くらえ。何、電気ショックだ。クリティカルで必殺やりたい放題でやる。どんだけ電気を。まさしくホワイトドラゴン、真っ白じゃないか。大物ゲットッパー、おめでとうパー。やはー、セイントドラゴンを釣り上げろ。ランク S。 何が出てくるか楽しみだ。セイントドラゴンの骨、今日両方出てくれて助かったけど、1個ずつか。セイントドラゴン釣り上げた。セイントドラゴン釣ったぞ。3回でいいっきゅ。金だから楽でいいね。なんで流れ星みたいになってるんで。それに願いを叶えてくれそうと言っただけで、叶えてくれるとは言ってないぞ。願いを叶えてくれる、叶えてくれるとは言っていない。で、こっちはどうだ、宝玉持ってそうか。持ってないパー。この子ではないと思われます。
セイントドラゴン、とても大きいですし神々しいので持ってると思ったんですけど、ね、ということはボスはマガマガしい感じがするな。研究所からの連絡です。新しい情報が来たみたいですね。お、まだまだ情報となる手配書がいっぱいあるな。いっぱいつっていっぱいお願いするきゅ。お前な、それ目的と違うから。さあ次のドラゴン釣りに行くか。次のドラゴンをね、にしてもここはドラゴンしかいない、ね。まあ竿を作るのは基本。何をするっぱ。よう、ロッドを作らせてくれよね。フェイントドラゴンのね、ロッドを作って、基本パラメーターで38、30あるね。強い。そして次はカイザー。まがまがしいな。強化まではできんね。デビルドラゴンの骨だから、まあそのこと考えたらね、素材がボス前に強化に来るべきだったかもしれない。何をするっぱ。釣り具やアクアリウム。アクアリウム。あら、報酬の受け取確認して。新海誠監督。ヤエギス。ラブか。わあ、間違いなく食べられるやつや。遊具場。ドラゴンの巣。ベビードラゴン。なるほど、わからん。カイザードラゴンのピースだと。そんな人知りません。とりあえず赤いみたいね。ワイバーン系かな。マリオに出てなかった。あれ黒かったっけ。溶岩島の決戦かな。2枚一気に埋まる。ゲームが違う。魚なのドラゴンなの、はっきりして。フィッシュドラゴン。ご来場。何をするっぱ。出航。出航じゃ。行きたい場所を選ぶっぱ。一回あれつっとこう。深海秘密基地のね、ゴールドメガマンタの一回つっとこう。多分この素材あれば強化できる。もう釣らなきゃいけないものね。メカピラニア1回釣っときたい。どうせ2回来なきゃいけないから。よし。この手配書にするピッピングキュレディ。3、2、1。メカピラニアは赤だ。おお、ちょうど光ってんだ。魚と属性の相性がいいな。大丈夫。ここのね、エクストラミッションは楽だよね。まああと緑でいいかな。これ多分35だよね。でもあれが20で弱すぎたからね。メカ種目だ。30%だ。意外に大したことなかった。クリティカルじゃん。結構強いな。ゲージなしでいくと2分きついか。ゲージ欲しいな。
仲間と特定の相性がいいっすか。ナイスっすか。1分53秒あれば大丈夫だろ。大物が来るっぱ、気をつけるっぱ。大物が来るぞ、気をつけろ。お発進来た。緑だっけ。ですよね。こいつ口なんだよ、確か誰かって。他のボスは大体体に無理やり一曲吹きかけてるけど、こいつ口なんだよ。手ごわいっぱ。グラエッパー。まあまあまあ次で殺しきれるか。ちょうど半分ってことだね。これまでのボスと違ってね、こいつは前にして持ってくるね。当たり判定の位置がやっぱちょっと違うよね。チャンスっき。よし。くらえ。電気ショック。いいダメージ出るね。あともう少し。負けないっすか。ビリビリ攻撃級。ビリビリ攻撃級。あと10秒でアースが逃げるっぽ。よし、楽勝だ。もう一回逃げられても間に合うぐらい楽勝だ。伝説のお魚聞いたこともないよ。超大物ゲットっぱ。すごいっぱ。エース。何が出てくるか楽しみっぱ。ゴールドメカバンタの動力、動力、あれ動力しかない。もしかして出なかった。出てねー。強化するのに絶対両方いるしね。さっと釣ってしまうか。最近素材がうまく出てくれない。 35% もらえるのは青のこれかな。もしかして35自体ない可能性もあるけど。どうだ。メカ蓬莱エソ35。あ、35歳の春だから。お前はいらない。このゲームね、割り切りが重要。魚と特定の相性がいいっぱ。ナイスっぱ。ちょっとぐらい時間かかってもね、一回無駄な魚釣るよりは全然いい。あともう少しっぱ。魚さんゲットっきゅ。すごいっきゅ。ヒットっぱ。ね、待って、この割り切りの大事さ学べるゲームです。できることとできないことを考える。さあ、チャキーン。ガガガガガガガゴー。ブー。全部自分で効果音言うタイプ。緑だっけ。もう S も取ってるからね。あー、しまった。あ、こいつの当たり判定はここじゃないんだって。当たり判定ってなんだよ。
ほら、この辺なんだよね。当たり判定の位置がおかしいよ。いや普通だよ、当たり前だけど。口が、でもロボが口、もうわけわかんねえ。おまあ普通に考えて口元に投げなきゃ釣れないのは当たり前なんだけど、大体他のボスの当たり判定は体の中央にあるんだよね。飛ばせるんだ。もう連続だったからちょっと飛ばしてみたけど、すげえ攻撃強そう。こいつの攻撃短いよね。さあ頼むぞ、アングラーって言葉初めて聞いた。俺はアングラーじゃない、グランダー、グランダー武蔵だ。行けキングオルカイザー。多分金減ることないね。素材来い。よしよし、ネジネジネジ。ネジゼロはダメだよ。オッケー、ドラゴンに戻ろう。さあドラゴンの巣の大物、デビル、デビルドラゴン、金の卵、大物だから300キロか。スカルドラゴン、デビルドラゴンね、フィッシュドラゴン、まだ結構捕まえてないドラゴンが、ワイバーンね、書いておる先にワイバーン、リザードドラゴン、リザードン、リザードドラゴン、ちっさ。卵を求めて、とりあえず確定でしか釣れないやつ先に釣っとくか。いやー、こいつの戦いはカット S だから楽ですよね。2倍、いた、奥、よし、2倍ね。お魚ゲットッパ、お、おう、お魚。お魚ゲットね、オッケー。いいよ、別に何も言わない。ほんと弱えな。よくあいつに勝ったっぱ、すごい急。煽り寄るわ。バイバンです。何が出てくるか楽しみだ。バイバンの爪爪、ドラゴンオーブリー、ドラゴン、ドラゴンの票がちょっと少なめだよね。好きな手配書を選ぶっぱ。まあ釣るもんが分かってるやつからそっとと先に釣った方がね。
金の卵が赤、そして青。レディ3、2、1、そこの光ってるやつを、よし、こいつらの違い色だけか。結構強いじゃん。光ってるのは痛い、痛い。ナナミは結構強いんだよね。しっかりとこの金をゲットしていかないと負ける可能性すらある。ほら早い早い。さあ金色のエッグドラゴンはそこかな。ほら、いいか、まだいけるだろう。勝ったらエースだからね。油断ならないぜ、ナナミは。ほら、もう4匹釣ってる。こっちもまだね、4匹で今5匹目釣ろうとしてるんだから、油断すると負けるレベルだよ。ちゃんと2倍のね、魚を釣っていこう。わーい、卵の殻ですな。まだ生まれてないのか、中途半端に生まれちゃったのか。よしよし、エッグドラゴンと金の卵両方ゲット。まあとりあえずこれで釣れるもんは釣ったから、とりあえずね、大きいのは無視した。大きいの無視したら300キロたまんないよね。スカルドラゴンとデビルドラゴンをメインに行こうかな。とりあえず緑と、青。戻りすぎちゃった違うんだって、これついやっちゃうんだけど。俺がやろうとしていることは、この今ね、魚情報を右スティックだから、魚情報をキャンセルして元の画面に戻ってきたつもりなんだよ。レディー、この光っている君釣られないか。でその後デビルドラゴンと骨ドラゴン、赤返っちゃった。こっち来た。まあ S の方狙ってもいいか。言うほど重くない。あの骨ドラゴン行きたいね。デビルドラゴン70キロ。ほら完璧だろこれ。しかし残り29秒しかない。こいつで100キロ行ってくれればいいけど、行き来しないよね。もう1匹釣らなきゃ。99行ったわ。よし、Sの方ゲット。こ
これで次ちょっと楽だね。6ゲット。骨骨骨秘宝ひね、デビルドラゴンの骨。さあ、なんか S 取るのは楽だったな。いろんなドラゴンね。とりあえず大型系はスカル、デビル、そしてブルードラゴン。意外にこれ全部いけるかもしれないね。スカルとデビル、そしてブルード、ブルード、ブルードラゴン。ラゴンってなんだよ。リザードド・ラゴン。言いたいだけじゃない。デビルド・ラゴンね。スカルド・ラゴン。なんかかっこよくね。ガマド・ラゴン。ラゴンってだからなんだよ。さあ、行こうではないか。種類釣り、種類釣り。とりあえずあのブルードラゴンをするか。赤しかないか、ブルードラゴン。そうそうそう、やで、美味しいよ。おお、あのイモリみたいなやつ釣りたいね。緑緑。よし、無理やりちょっと位置をずらしたところは。じゃ骨釣りたいね。骨とブラック釣りたい。骨はあかん。まあこいつも振っときたかったからちょうどいいかな。クリティカル&必殺。しかし属性が違うからちょっと体力が多めに。うーん、これはもう終わらしといた方がいいな。なんだかんだで S 取る方がめんどくさいし。よし、ほらよ、ワイプワーン。よし、ドラゴンの巣のいろんなドラゴン6ゲット。あー、まあ1匹しか釣ってないからしょうがないって言ったらしょうがないんだけど、骨一つだ。大変です。この手配書見てください。この手配書見てください。カイザードラゴン。カイザードラゴンだと聞いたことあるドラゴン名だな。カイザー皇帝である。竜の中の竜。カイザードラゴンといえばいろんなお話でよく出てくるドラゴンの名前だった。カイザードラゴンだぞおい。カイザードラゴンが来るぞおい。そうですね、だいたいどのお話でもカイザードラゴンといえばドラゴンの一番強いやつっていうイメージですね。ってことは宝玉持ってたりするかもな。ネタバレはやめてください。善は急げっぱ。釣り上げてみてから調べればいいっぱ。カパロー、君いいこと言うじゃないか。影薄かったなこいつら。うんうん、そうだよ。いいと思ったらちょっと猛進、即行動で突っ込んでみなきゃね。なんだっぱ。急に褒めるなよ。海底火山が噴火した。下から来るぞ。 あれがカイザードラゴン。あれがカイザードラゴンなのか。ええー、ちょっと髪の毛がチリチリしてきました。いや船の中ですよね。あいつが最後の宝玉を持ってるかもしれないっぱ。カイザードラゴン、釣る準備はいいっぱ。いやまだです。よし、ペッ
まだだっつってんだろうが。なんかオール S 取れてるけど、うんうんうん、全部取ってるからね。 S 狙いだなこれは。